こうやって落としてボーンとうわー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 やだ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 。では次行きます。はい、はい、あ、行きましょう。はい、あ、ジョーさんじゃない、ジョーさんじゃない、この真ん中の子、これ、そう、あれ、ちょっと待ってね、これ、そうですね、そう、あー、よかった、あ、早見つけたな、行った、はい、よかった、はい、これは目が押すまでばっかりよ、ここやっぱ文法早そうですか、なんかしそうですかね、いや、まだ話せない、これ、お題じゃない、これ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 、お題、おったー、どうですか、これ置いといたらもう文法するとこやったよ、これもう蓋しとるから取った方がいいですか、いや、ほんで、どうしよう、どうしましょう、増やすんやったら今ない、増やす、増やしたいな、一回な、うん、増やしてみたい、増やしたい、そして、はい、増やして、この新しい乗算を出して、古いやつはもう淘汰する、処分する、そしたら、新しいやつほどよけたまごむから、あ、そっか、一遍ここに乗算おったわな、おったね、それ確認して、他なんかまた混ぜないようにしときたいんや、まあ、その時どうしよう、どうしよう、この、あ、置いた、え、どうしよう、どうしよう、ちょっと臭いな、これ、腹がな。ですね。うん、あんまり、うん、あんまり。産む力が。卵が産まんのかもしれないよって。なるほど。来た。ここは、新女王のところと、旧女王、ここに一緒におるからな。結局あれで、ね。あれこうって言うのかいな、あの、これ、巣を置く、あ、持ってきたな。それ今使わんと。お願いします。今使うんが。なるほど。今なんですね。そうです。おー、使い道が今。あ、そうやってか。そして、まずこれを、はい、ここに置いとくと。おー、あー、ぴったりハマる、ぴったりハマったら使えへんとやるやろ。はい。ほんで、これをそう思うとこう、戻す。はい、うん。これは女王鉢と新しい新女王の王台があります。うんうん。なんで、はい。入れて、うん、これはそーっとして上層に上層にいかんようにして、ここでこれ3つを見る、見る、はい、あまりこれは働き鉢のそのゴンドラン、そうですね、スカスカですね、うん、これはあんま良くないかも、これは上層に見えとるけど、これはオス鉢、オス鉢ってのなんか作るとこない、なるほど、はい、よろしい、戻す、はい、そっち行くだろう、こっち行けてくる、わかりました、上層こっち行くよ、来ちゃうから、うん、なるほど、なるほど、はい、あ、でもなんか幼虫も少ない気がします。ああ、うん、あんまりいない。ばっかり。うん。そしたらね、ジョーさんと、はい、ジョーさんともう潰してもいいんやけど、もしも、うん、あのまだ失敗したときに困るんで、うん、あの2枚で3枚の方が、したら2枚に、はい、あのジョーさんを、はい、残して、はい、ほんで。ジョーさんのないやつを3枚にしようか。わかりました。じゃあ、新しい箱に。箱作る。はい、持ってきます。そしたら、はい。この2つはとりあえず入れます。うん。これを今入れて、はい。ここ1枚入れて、で、はい。はい。そうか。うん。とりあえず行ってよ、ここ。そう。新しいお家ですよ。うん。やったね、シンプル、うん、行きます、はい、はい、そしてこのジョーさんが止まってたやつ、これを、はい、取る、はい、で、ジョー鉢だけこっちに移さなきゃいけないんですよね、うん、やっぱりしようか、新しい方に新しいやつ行こうか、あ、ジョーさんこっちに戻るか、ジョーさんここだ、はい、はい、はい、そしたらね、はい、ちょっと待って、もう、今もう一回ちょっとここ置いといて、はい。そしたらこれ、あの、ここへ3枚入れよう。あ、わかりました。うん。これはどういうのが入れるかな、ね、3枚入れて。重たい。うん。もう1枚、うん、どれか取って。そしといて、はい、ジョーさんがこっちに残ってんのから、はい、この数を欲しいでな、うん、
この欲しいから、はい、これからいっぺん嬢さんを、はい、ここへブラシにはめよう。かけ？かけ。いやもう、ええ、いいです。じゃあその、どこ行ったら分かるな。うん、裏かな。そしたらな、はい、外へ出したら、あれやから嬢さんで、はい、刺されたまた。え、また刺されたの？また刺された。取ってみる？ここ。首。ここ。なんで？ここここ。ほんまやほんまや。あれでも。早く取って。痛い痛い。どこ。この辺この辺。あー、それが使って。手袋が抜ける。痛い痛い。痛い痛い。行くで行くで。うん。はい。えい。えい。あれこれ、あ、網や。網越しや、これ。オッケー。取った。はい。4回目。なんで？まあ、どんどん下がるからよく。これも、返して置いとくから、これ上手にする。あー。これも大台なんですね。そうそう、大台の。ちょっと作りかけね。はぁ、はぁ、はぁ。もうこんなあれ、あの危ないようなものは捨てる、捨てる、候補は捨てる。こうしてこうしてこれ完全に残ったから、はい、これをもらうと新情報として、うん、はい、これをそーっとここ入れて、はい、うん、できるだけこう外側やなくて中側やってね、入れてやった方が熱のあれがいいやろ、両方から挟まって。どれかをね、片っぽに。どれかこれ取って。これできたらな、はい、まああのテープあるやん、あの今ひっついて糊が使うテープあるやん。ああ。ヨーヨーテープやつ。うん、あれこうて、それでちょっとこうつけといたら。うん、ここに大台があるやつ。なるほど。どれを使うか見るんでもいいやろ。確かに。ほんたら今度見るときに大台が返ったかどうかいうときにまずそれを見たら、なるほど、それどうかなって、穴開いて出とったら返した。お、新しい軍の誕生ってことですね。なるほど。おー、このここ3枚にして、はい、真ん中に両台があった大台は、そうそう、この2枚になっちゃった子はこの新しいの入れてあげた方がいいですか？いや、入れたのこれ少ないから。ああ、そっか、入れとこうか。そうか、この一番端に、うん、それをこっちやって、それを入れるとな、働き蜂の卵が量産あったら、はい、もうドーッと返ってくるから、あ、蜂増えるけど、これの卵少ないで、なかなか増えんかもから、うん。それで、こっち側に、はい、帰って、そして新しい卵が見えたら、そしたら、これはもう処分する。僕はその辺に置いといてもいいで。だからまあ、効率はあるよな。あ、でまあ、少ない枚数で置いといてもいいけど、こっちはもうどん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 増えてくる。増えてくる。あ、うん、勢いがある。そうそうそう。なるほど。で、これで終わりと。はい。これを今度は分けたらな。はい。これを匂い消ししとかあると、はい、この嬢さんの匂いがするから、こっちで見る働き方で見ない移動する。おお。書いてないの。そうそうそう、私たちの方がなったんですよ。へぇー、すごい、いい感じなの。うん、うん、どういうこと。これ、ぶわーっとびっしりこれ、あの働き場の法事。ああ。これ見ない。さなぎが詰まってる。へぇー、そうなんだ。さなぎびっしり、こっちも。おー。で、オス鉢のさなぎもないから、うん、めっちゃいい。へぇー。こっちの、これは蜂蜜がいっぱい溜まってた。うん、重っ。ここやこれ、危ないような、これもしかして動作になりそうな感じするや。はい、そしたら
もしもあれしたらあかんでも、これはもう潰しとく。潰す。はい。うん、取ります。ごめんね。ペ、はい。あ、ペ、ごめんね。反対側。はい。おお、いい。すごい。これも全部働き鉢。そうそうそう。びっしり。これが帰ったらな。うわ。これじゃあ、なんか2枚と2段、2段とか10枚とかなんかしてやった方が、そうそうそう、してんからね。まずこれに入れてもらってから、ああ、から植え込む。あ、そうか、まだいっぱいではないです。うんうん、これも、オーダーいいですか？これも、これ。オーダーじゃない、これは。あ、これじゃ違う。それを巻いたギリみたいな、それで、うん。こんなんでもみんな潰しといてもいい。あ、じゃあ潰しよう。うん、それがもし大台になったらな、あでそんなすぐではあかんねん。さてみたらこう塩とちっとかったな、ああいう格好やな。洋さんはこの巣の中には1匹しかいらんので、2匹も3匹になったらあの実は叩こうて強い方が勝つんやわ。なるほど。その戦いしとる時にあのピーピーってこう笛吹いたやな、音が死ぬとこあるね、うん、そしたらそれはね、ジョーさんは我の弱い方が、あの負けて、もう必死にあの、助けを求めとる。あとね、ちょうど笛を吹くの、うん、助けなさいみたいな、助けてって、うん、そんな音やつで、すごい、うん、僕はそんな中でも聞いたことあるんだ。見たこと見たらもう2匹あって、1匹はもう逃げとるし、1匹追いかけとるから、うん、待て待て、とにかく同時にジョーさん帰ったら、うわ、喧嘩して強い方が、うわ、仁義ない、強い方は殺される。そうなんや。それが時間がたったのずれたらな、同時に走るずれたら、その代わり前に帰ったあの、先に帰ったジョーさんが残って、今まで追った古いジョーさんは下手つけて逃げる。それが負けた。なるほど。じゃあ殺される前に出ていくのが文法みたいな、うん、そういうことなんですね。なるほど。うん、でもそれも大体ここで次のジョーさんが出てくるのが分かったじゃないな。あ、まあ、でもあのあれは大台はないから、こっちみたいに大台ないから、しっかり仕事はしてる女王というか、そうそう、大丈夫は大丈夫。なるほど。うん、じゃあまたあと後日って感じですね。そうそうそう。こっちはもうパッと分かる。ああ、うん。こっちはだってもう密のところですけど、もしかしたらお散歩で来てる可能性はありますもんね、女王。うん。まだ卵の産みとこな、密の酔いにはしていいんか。私、鼻炎なんですよ。鼻悪いの。匂いすで今。そうなの。匂いの。すっごい分からへん。桜のあの匂いもするし。鼻取り替えたい。いい鼻になりたい。分かんないですね。恥ずかしい、シャイだ。うん、ごめん、ごめん、ごめん、死んじゃった、ごめん。注意です。ほんで、そうそう、殺される世界に匂いを残してるから、なんかやられたらしいぞ、なんかやられたらしい。やれやれやれ。なんかこれ、ここで引っかかる。うん、ほんで、そこへぎゅーっといっぱい奥やって、もう一回閉める。それでもどうしても開かなんだら、開かなんだら、これを動かす。ぎゅっ。これこう動かす。こったら入った。おお、入った。うん。でもこれは自由にできるから、これがやったらもう動かさないやろ。うん。うん。これは使いやすい。なるほど。使いやすい。ほんで今ここでいっぱいなってさっき言うとくけど、はい、今度はこの上に釣り箱をする場合、はい、必ずこの中から宝珠の運だ、あれを1枚あげる、あげる上に、うん、今度ある時は1枚だけ入れたんではあかんで、はい、2枚入れて、で新しい数を1枚入れて、はい、もう一つ新しいやつを下にも1枚入れて、はい、上にも新しいやつを入れて、
じゃあ上の段には、法事付きのやつが2枚と新しいのが1枚。それでもいいし、とにかく上上げるやつは1枚は法事が付いたやつをあげんと下手さ働いてるやつ上がってきて。なるほど。卵があったら、法事があったら、それを世話せんなんから、一生懸命あれするけど、それを世話するやつが何もなかったら、新しい数ばっかりやったら。ああ、なるほど。そっちにばっかり気を取られちゃうんですね。うん、これ必ず2段で上上げるときには、1枚は法事、卵ついてあると、なるほど、なるほど。その原則。はい。これはもうこれで、はい、そうで、これがいっぱいになったらここ、そしたらここ2段積む。2段、はい、わかりました。うん、もうこんだけ打ったらもう何本も打たのうちに、もう1週間打ったのうちいっぱい、すごい、あの数のさなぎがいるんですもんね。そうそうそう、確かに。はい、ほんでこれは、はい、一応王さん確認してたんだけど、はい、ほんで元気やったらどっかに隠れて、隠れて、恥ずかしい。では蓋をします。ヤクーあんまやー、